去年なんやったん？柳田個人軍いつまで続くんや。ギータケガだけはするな。ずっと球界最強打者のまま引退しそう。他界唯一の強打者。不祥事なくて偉い。オプス 1.0 切ったのか不調だな。打席だった時の雰囲気がすごい。あんなほぼ直立で脇締めた窮屈そうなバッティングでよくポンポンスタンドに放り込めるなと感心するわ。三冠王ワンチャンあるで。WBC 辞退したのがマジで正解やったな。全盛期の頃にメジャーで見たかった。